わけで到着しましたが、ここは山形南店かですね。いつもあの天気がいい地震があったのに、あの雨が降ってきまして、結構降ってる、ちょっとねまずいですね。というわけで山形南店さんへ到着いたしました。禰豆子を発見しました。禰豆子以外はもういなくなっている状況です。ラキャバはマックス。問題はパワー。はい、神。はい、この AMP のミクかわいいですね。あ、そうか、2個までいけるんですもんね。終わったやん。ここ BC できるぐらいパワーあるぞ。ちょっ、いけ、うわー、うわー、惜しい。これ放置したら落ちれんかな。やった、どうも。BC です。コツは BC。こっから運ゲー。おっしゃ。で、次かな。はい、一手目に勝てて、次で投げて、手前を左に投げて、カード、オッケー。あー、残るか。はい、同じ狙い方してたんですけどね、勝たせて、で次に奥を書いて、奥を右で払うイメージ。ダブルはこうなっちゃうんですよね。この変わった末広がりがある。こうやってみましょう。お、これは、多分こうなったらもうそこからはテンポの想定に入りますね。
終わったらまたスライドするだけなんですけど、そんなそうじゃ満足しないんで店舗の想定外で撮りたいわけなんですよね、こっちは。100円で撮れるような気がする設定をやっぱやりたいんで、こういうのは違います、これは違います、これは練習です、これは絶対これなんです。でもこれ獲得判定にならないんでね獲得判定にならないんですよ。だエラーになるのはクレナフレックスなんで2はならないんですよ。見て、ケケケケケ、あー、ケインが痛む、ケイン痛んだって。キャッ、安定の BC、 よっしゃ、なもんかな。うわぁ、本当はね、これね、左アームで手前を描きたいんですけど、無理っすもんね。オール BC ですから。そうだね。プロの技って言ってやってください。何が何でも バランスキャッチできる店がヤバすぎた。プロが達成した。BC。まあ、ちぎれ。いやー、危ない、引っ張れ、引っ張りパワー、さあ、俺は終わっていないぜ。変な方向に上がんな。しゃ。手前で行った。ブランって行ったやつ。でもこの辺で行けるんだから。いや残るよね、残っちゃうよね、なくなってしまった。もちろん BC 狙い、ちょっとミスったね。いやそりゃ、はい、次
次はバランスキャッチ狙いしてみたけど、ちょっと真ん中あるいは奥に行きすぎてしまったかも。キャッ、次こそはね、次こそは行こう、次こそは行こう。まあまあまあ、これ取ればね、実質あの300円はい、止まらずに押した。 DC してみたい。キャッ、あ、これはゲットですね。ディスプレイ届きそうですね。さあ、見て、おかしなぐらい取れますね。これは UL DC、 どうぞどうぞ。はい、300円。はい、あー、はい、you
で、景品総数が66個ですね。ちゃんとあの個数制限守ってるんで、ちゃんと守ってるから。この辺は簡単でしたね。これやこれ、この辺最高や。鬼滅のあの末広がり台は神台ですね。大事なんでね。よっしゃ。